一口。え、ああ。はい、どうぞ。うん、はい。これからさ、変わる未来。なけなしの希望を手に、駆け落ち進もう。は？化粧してるところが見たい？おかしなことを言う子たちだね。まずおしろいをはたくだろ。次に、さくら、ハサミ持ってたよね。切ってあげなよ。子供が刃物で遊んじゃう。私から説明しましょう。下ろしていただけますか。ふむ、はい。お手数ですが、ひっくり返していただけますか。なんだ今の声は。なっちゃんのバカスケベ、私に何したのよ。はあ、だから何のことだよ。お前ら朝っぱらから責任取ってよ。お、毎日同じ部屋で寝てるんだから、なっちゃんの子に決まってるでしょ。うっぐっあっ、さつきちゃん、何か変な音が漏れてますが。何、問題ない。さつきちゃん、もしかしてお化けが怖くない。なんで私がこんな得体の知れない卵を温めなきゃならないのよ。卵が離れるまで我慢だよ。それにレン、この卵が何者でも君のお腹に宿ったのなら僕らの子も同然だろ。せっかくの綺麗な着物が汚れちゃうよ。ありがとう、お兄ちゃん。僕、お姉ちゃんなんだけど。あった、私が怖いんじゃなかったの。残念だったな。私はこ苦手なのはお化けじゃない、暗闇の方だ。え、敵に弱点ってどうすんだよ。されてたけど。あ、卵が取れます。具合はどうだ、レン。さくら、ウニたちを助けるから網を持ってきて。ダメだ、もう何か企んでる顔してる。どっちが本物だ。脱がせばわかるんじゃない。自分の体にいたずらするのもまた一興。間違いない、お前が本物だ。それでしたらいいんですが。あ、今何か通ったな。はっ。何よ。いや、デンちゃんが声を荒らげるところを初めて見たので。いけないわ、女の子たるもの。たとえ家が焼けても優雅でいなくちゃ。かわいい上に面白い人だ。くそ、今日は薬味だ。お母さん、私は貴様なんぞ産んだ覚えはない。さつきちゃん、泣かせちゃダメですよ。泣かせてない。私もお姉ちゃんみたいに綺麗になれるかな。何言ってるのよ。まあなれるんじゃないかしら、私ほどじゃなくても。板を上げてるのは。お前は猫が好きなのか。そうか、猫はあまりうまくないぞ。あっちにも店があるぞ、行ってみるか。はい。うん、どけどけ、怪我したくな
が道を開けな。開けにゃ。すいません。どうなさいました？浮かない顔をして出たわね、タヌキ。タヌキではございません、キツネです。そんなのどっちでもいいわ。お母さんを化かすのはやめてちょうだい。今は反抗期か。人間の中でも一番面倒な時期に当たっちゃったわ。あー、恥ずかしい。ねえ、覗きはダメだよ。私が悪いの？何？どういうこと？世間は師走ね。どけどけ。逃がしたくなきゃ道を開けな。開けにゃ。わしを邪気にするとこの場で泣くぞ。しかも転げ回って泣いてやる。それでも良いのか？お主の後を転がりながらついて行けばいい笑い者じゃぞ。どんな脅しだ。ああ、もうわかったわかった。わかれば良いのじゃ。命の恩人です。あとできれば縄もほどいてください。なんだ、一緒だね。じゃあね、僕お風呂入ってくる。わかっている。あの日の彼女